カーブル国際空港はアフガニスタンのカーブル市北部にある国際空港である。カーブル・フアージャ・ラワーシ国際空港と表記することもある。かつての大統領の名を冠してハーミド・カルザイ国際空港とも称する。カブール国際空港とも表記される。アフガニスタンで最大の国際空港であったが、1970年代以降の旅重なる戦火によって破壊されたため、 現在は日本を含めた国際社会の援助により機材の整備や空港ターミナルビルの建設が行われ2008年11月6日に新しいターミナルビルがオープンしたその後も広報支援設備のグレードアップなどが継続して行われた2021年8月までの航空管制燃料供給通信事業については北 大西洋条約機構加盟国の文民が空港の治安維持についてはトルコ、アメリカ合衆国、イギリス、アゼルバイジャンの部隊が担当してきた。これら業務は同月31日までにタリバーンに委ねられたが、タリバーン側は完成業務等を担う人材を書いており、トルコと交渉を行ったが、最終的にはカタールが人材の派遣を行った。9月5日、 アリアナアフガン航空の国内便がヘラート、カンダハール、マザーリシャリーフ間で9月9日にはカタール航空の国際便がドーハ間で航空機が運航を開始した。2021年8月15日、タリバーンがカーブルに迫り政権が崩壊すると空港を利用してアメリカ大使館員らの国外避難が行われた。また国外避難を希望する市民も空港に殺到。 民間側の旅客機の出発はキャンセルされた。アメリカの外交官や大使館職員を退避させる米軍輸送機に人々がしがみつくのを阻止するため米軍が空に向けて発砲した。混乱の中5人が死亡したという情報もある。同年8月17日からは国外に退避する市民向けの航空便の運航が再開された。 アメリカは避難民が殺到する空港及び周辺でアイスセル系によるテロ対策を講じていたが同年8月26日に空港のアビーゲート付近で180人以上が死亡する自爆テロが発生空港の機能は停止したが翌27日には再開された8月30日アイスセル系は空港に向けて6発のロケット弾を発射したことを発表ロケット弾は 空港のミサイル防衛システムにより迎撃され被害は生じなかった。同日夜、アメリカ軍の最後の輸送機がアメリカ国務省とアメリカ国防総省のチームを乗せて空港を離陸。アメリカ軍の撤退が完了し、米連邦航空局は空港での航空管制システムが不能状況にあるため、米国民間機は事前認可なしでアフガニスタン上空飛行禁止となった。 8月31日、アメリカ軍の撤退完了後の空港で、ザビフラ・ムジャヒドが記者会見を行い、ターリバーンの勝利を祝福した。9月になって、カタール政府が運用している、カタール・アミリ・フライト運航、カタール空軍所属 C-17 が、空港技術者を含め複数回輸送し、4日から空港一部運用を再開し、国際線運航再開を目指し復旧作業を、 行っている。銃機場、ありがとうございます。